ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと一人、なんかもう、やる気じゃないじゃん。もういつでもやるよ。いつでもやるよ、もう。あの、これ、2年前のもの。これはあ、ちょっと新品の匂いしますね、これ。これは去年買いました。あ、いや、去年これはすごくない？これはもうやったら。これ、あの、雪山に行っても大丈夫なの。もう、なんかゲレンデに見えてきたもん。もう、どこでも来いってない。どこでも新潟です。しかも、この中でダウン持ってます。万全ですか。耳当てもあるし、手袋もあるし。やる気が違う。ウィンタースポーツ、スノボをしに行きたいと思います。いや、すごいですね、これ、はい、スノボーしに行きたいな。ちなみに、やったことあります？2回ぐらい。2回ある。2回ある、ね、僕はスノボは初めて、スキーはこれ。あ、そうなんだね。あ、そうか。まあ、早いと、ないです。ないよね。ない。俺もないのよ。雪降んないから。そう、雪そうなんです。雪山に行くの俺スキー場が初めて。雪積もってんの最大でもこんぐらいしか見たことない。あ、そう、全くそれ初めて。雪に触れたことない。雪に触れたことない。やばい。知らない。ある。それは僕とエイクは2人で。エイクは多分何回か行ったことあって、僕も行って思い出して学校の授業に行ったことあって。すごい。そう、修学旅行的なのに行ったことあって、でその後にエイクと2人で、あのエイクの地元のスキー場行って、エイクはもうスルスル前から爆中してる。いやいや、お前、俺だから。思い解いた。思い解いた。この撮影してる今日、バレンタインデーなんで。おー！はい。おーです。4月の14日。4日だ。よし、行きます。とりあえず。後ろ回ってる？そう、行くか、行こう！回していい。まっすぐに走れ。止められない。それでごめんなさい。はい、はい、ということで、はい、これから石内丸山さんの方にスノボをやりに行きたいと思います。よっしゃ、最高です。久々のこのロケ。はい、ね、バーベキュー以来じゃない？バーベキュー以来。そうだね。また朝早くですね。まずは今日は5時。え、何県の方？新潟県魚沼の方に行きます。南魚沼市に行きます。うお、魚沼ってことで、今もう、ね、出発して、もう今群馬ですか？まだね、がっつり東京だよ。がっつり東京だ。東京だ。ティッタとハヤトはいつ取んの免許？今でしょ。どうしてくれるこれ。今年入ったら早い始めると決心したんだけど、蓋を開けてみたら結構その場で行く。だからさ、あれいいじゃん、 YouTube の企画でやってもらえよ。ねえ、やった方がいい。出ないよ。で、ちなみにあの YouTube 企画ってことはもちろん出ないですよ。出るわけないだろ。何お前、てめえの免許を経費で落とそうとしてんだよお前。ハイチュー1個ちょうだい。俺にもちょうだい。ハイチューちょうだい。ハイチューハイチューちょうだい。そこのケミハイチューください。はい、そこの前の助手席の男の子、ハイチュー汚してください。ハイチュー汚してください。これをちょっと後ろに回しますよ。話し方やめろ。お腹空いた人、パーキングどこかで食べましょう。絶対食べたいって。はい、ということで今渋滞にはまってたんですけど、はいはい、やっと抜けた。高速を抜けて上に来ましたね。いや、ちょっと賢明な判断ですね、これは。はい、やばいっす。じゃあそんな名前から始まる高速しりとりゲーム。いいですね。じゃあ僕から反時計で後ろに行きますね。はい、OK、 行こう。しりとりのリから行きます。せーの、リース、スズメ、メダカ、カエル、カラス、
何カエルカラスって早くないですか。朝から脳が追いつかないってそんな早い。なんか朝から歌い出したくせに何言ってるの。歌とこれは別じゃん。何するか。じゃあバトルキングゲームしようぜ。今考えた。バトルキングゲーム誰にも負けねえってみんなで言ってパンパンで俺が何々って言って誰にも負けねえパンパン何々何々誰にも負けねえ何々何々って言って。じゃあ誰にも負けねえは全員。そう、誰にも負けねえは絶対全員だよね。何の見でも何でもいいんでしょ。じゃあいきますね。その名前から始まるバトルキングゲーム。イエーイ。せーの、誰にも負けねえ。お風呂掃除。誰にも負けねえ。プロスキーのオーダースピリッツ。誰にも負けねえ。寝るまでのスピード。誰にも負けねえ。髪質。誰にも負けねえ。目の大きさ。誰にも負けねえ。手の動さ。早い早い。リズム早い。リズム壊さないでもらって。ああ、そっか。お前ドラムできるんだから。ドラムが運転のうまさ。じゃあ、から始まる。源次郎から始まる。バトルキングゲーム。イエーイ。誰にも負けねえ。運転のうまさ。誰にも負けねえ。美容意識。誰にも負けねえ。肌の綺麗さ。誰にも負けねえ。寝るまでの。一緒でーす。はい、あんたでーす。やってます。じゃあ3つ溜まったら何しよっかな。バッティーちゃんアキレ 100% いいよ。どこでやるの。ゲレンデゲレンデそれやばいな。最悪だね。いやそれ最高だよ。じゃあ何がいいかな。これなんか完成やで。なんか1点いや、いいね、一品。それはでかいわ。じゃあ、クレミアムソフトクリーム。あ、俺も、あの、そうなってくる。まあ、でも、そんぐらいかかってた方が。いいんちゃうの。あれ、もう、それ。なんか、あんまり、あんまり、あんまり、あんまさ、日本記憶なんてよくない。飛ばしたかったんだよ。やめ、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 俺はね、結構ね、止めようと思ってたんだよ。だけど、なんか、こう、賭博って、本当に、あの、きっかけ作った人が、一番悪い。負けなきゃいいだけだよ。そうだ、負けなきゃいいんだよ。誰にも負けねえんだ。よくないね。誰が絶対負けんだから。そうそう。終わりは絶対。終わりだな、重くね。いいよ。愛之助から始まる、はい、バトルキングゲーム。イエーイ。せーの、誰にも負けねえ。いびきの大きさ。誰にも負けねえ。食欲。誰にも負けねえ。帽子の持ってる量。誰にも負けねえ。歯磨きの長さ。誰にも負けねえ。ファッションセンス。誰にも負けねえ。真面目なところ。誰にも負けねえ。ダンス。誰にも負けねえ。清潔か。じゃあ、審議審議入ります。審議入ります。あの、なんて言いました。清潔か。それはちょっと嘘ではないけど、もっと俺のがっていうのがあるの。いや、でも隼人だったら完全に嘘だよ。おい、いや、それはね、声があるから。これがバトルキングですよ。はい、じゃあお願いします。清潔感は正直俺のがあるかなと思って。おいや、それも違う。どれになるんですか。ケンシさんどうですか、それに対しては。いや、負けねえよ。おぉ。じゃあ、ちょっとなんかありますか。じゃあ、わかった。じゃあ、ちょっと。じゃあ、ディベート対決ってことで。今回は、じゃあ、僕が清潔だと思ってる、ケンシンさんと、いや、絶対に俺の方が清潔感だと思ってる、直也くん。はい。ディベート対決。はい。よーい、スタート。え、普通に部屋も綺麗にしてるし。おぉ。うん、清潔感はあんのかな。なんかやめて、その弱気で来る感じ。僕も部屋はめちゃくちゃ綺麗ですし、限られたものしか置いてないですし、床にほとんど何も置いてないですね。床に何も置いてない、はい、って言ってますけど、ケイシーさんは。まあ要はそのぐらいもう、そういうこと。僕実家なんですけど、親がなんか洗濯物とかで、カゴに入れて僕の部屋に置いておくんですけど、それを置いてた瞬間、僕はもう全部引き出しに戻して、そのカゴは戻すみたいな。置いてあるのが嫌なんで、物が。なるほどね。なるほど。はい。まず、親にやってもらってるんだっていう。おー、いいね。はい、大逆転これ。いや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 、そこは清潔感とはまた違うんですか。はい。清潔に保ってるし、保った方がいいなっていうのを感じる。
はい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 。ああもうじゃあ実家に、じゃあ実家にいたらやってもらわないですか、健信さんは。実家にいたらお母さんがそこに住んでるからお母さんやってくれる。ですよ、それで一緒っす。俺は今一人暮らしだから俺は自分でやってる。だけど、いや僕もだからもし例えば一人暮らししたら自分でやりますよ。まあでもしてないよ。でもまだ知ってない。一人暮らしは知ってないよ。まあそうですけど。それはもしの話であって、一人暮らしをした時に、果たしてやるのかっていう保証はない。え、ちなみにケイシー君、あのテレビの裏のホコリは取りましたか？おお。あの引っ越す時にね、ホコリがついたのを持ってきてましたからね。本当？それ1年前。え、今の時代？そうです、今の時代。はい、じゃあこんな感じであの聞いてた人が紹介つけてじゃあ弁護士の、じゃあまず北村弁護士、はい、弁護士やってる北村です、ね、弁護士論点が少し、まあ、こう税率感から、はいはい、ちょっと違う、まあ、一人暮らし、住んでるしかない、はい、なるほど。まあ、僕、私から見ますと、あの、ケイジーさんのおっしゃられたこともすごくわかりますね。あの、その洗濯物が自分でやってないんだったら。でも僕的にはその洗濯物を自分でやってない、そこと清潔感の結びつけがちょっともうちょっと見えたら、より一層説得力が増して、あの、ちゃんとそこは論破できたのかなっていうふうに。そことの結びつけがやっぱり、ちょっと薄かったかなっていうところで、うん、まあ引き分けかなっていう、お互いがこう、ね、なんかお互いのことを言っていて、うん、攻めるポイントがなかったので、なるほど、引き分けという形ですね、うん、はい、どうですか。まあ、私もそうですね、まあ、あの今回の論点としましては、まあ、あのこう清潔感ということだったと思うんですよ。そのタイトルからちょっとずれてしまって、うん、最終的にはその生活能力の差でちょっと話し合った気がするんですね。あ、そうです。なんかその生活能力の差と、まあ、清潔感というのはまた違うところにありますから、はい、まあ、あの生活能力という点では、まあ、ケシーさんのディベートであっていると思うんですが、はい、まあ、今回あの、ね、ちょっと清潔感ということ で、ね、まあ、ちょっとお二人 の、 あの話の論点から言うとなかなかちょっと決着がつかない形になってしまったなという印象がすごいありますね。不甲斐ない勝負です、ね、そうですね、うん、じゃあはい、最後のどうですか、適当弁護士は、適当弁護士じゃあ、決めちゃってよ。今、まあ、3人が言った通り、あ、3人が言った通り、イカ同分、イカ同分、イカ同分、決まらない、決まらないじゃねえか、決まった、決まった、じゃあ、ってことは、じゃあ新さんの勝利ってじゃあ、大丈夫です、バス、すいません、セーフで、なげえな、お前これがバトルキングゲームはい、これがバトルキングゲームですから、これ込みで、もうやめよう、もうやめよう、これ込みでバトルキングですから、そうや、もういいよ、ほらもう剣心が疲れちゃってるから、今朝もお腹いっぱい出ますから、お腹いっぱいになっちゃってる、お腹いっぱい、お腹いっぱい、まあ頭を使ったってことは多分糖分が必要ですね、ってことでもう寂しいね、まだまだです、前が行きたいだけだろ、まだまだです、まだまだ、はい、まあ今回ディベートでケイジに勝ったので、うん、ケイジノーカウントということで、そう、セーフ、まあ今な、あのね、あの早田だけが今一つついてますけど、うん、どんどんやろう、バズルキングゲーム、はい、あ、でもこれ直也くんも1ですからね、これなんで、あの、止めた人間、負けましたよね、あー、オーケーです、止めといて負けてるってことは1ってますから、あー、なるほど、それリス止める投げのリスクないと誰でも止めちゃうから、審議全然ありだから出てくださいね、どんどん審議出てもいいよ、でもあの、テッタのさっきの帽子の数とか帽子の持ってる量ちょっと怪しいから、帽子の持ってる量、それに対抗するんだったら別に後日写真送り合ったっていうのもあるけど、めんどくせえ、今日帰ってきてもこれ一週間後で引っ張ってみてたら、めんどくさい、めんどくさい、仕上げて武器見るよしゃー、決議とりあえず行ってきます、いや、音なになに、えこれね、参加したやつ投げ、なに、このまま使ってます、あ、じゃあ、横から、そういうのがあったのね、王道ソース焼きそば、ケバブドッグ、ケバブドッグガチでいいの、ありがとうございます、いやーケバブやっと食べれる、すごい、マジ腹減った、座ろう、
ケバブ。めっちゃ食うやん。ケバブ。前、俺で行く2人で山梨の球場行った時にゴーグルとか行くのつけてて、ファンの声が上がって、声かけてくれて、やっぱオーラとめっちゃ。アップルミュージックでアイムサックかけながら。 OK GO GO レッツゴー。よいしゃー。そして直哉は運転ってのがいいですね。運転チェンジしました。運転チェンジしました。え、本初公開じゃない。ねえ、えぐいな。ねえ、もう慣れたってこと。結構はい、慣れました。週2ぐらいのペースで運転してましたね。マジか、すげえな。え、どれぐらい経ったの？取ってからまだ1年経ってないかも。ちゃんとやつついてる。ほらほらほら、やばいさ。エイクめっちゃ強化。エイクさんどうすか。どうすか、エイクさん。やましいいね、ちゃんとウィンカー出して。はい、出して出して。いいね、後ろちゃんとね。ちょっとね、取り立ての時とかね、エイクが駐車教えてくれて。そう、すごいね。やばかったっけ。はい、もう一回。マジ共感だった。狭い。でもすごいよね。なんか前はさ、こういう撮影してたもんさ、直哉さしなかったっていうかできなかったじゃん。そう、確かに。でもそれがね、こうやって今あったら、こっち側だった。もう次はやっぱテッタかハヤトがね、もう取らなきゃいけなくなっちゃったから、これで。あ、まあ全然いいけどね、運転しても全然。マリカと同じ感覚でしょ。じゃあそういう感覚だとちごりますよ、普通に。いいね、安定感があるよ。普通に重くない？普通にうまいね。まっすぐ走ってるだけだから、まだ。おはよう。おはよう。右からずっと寝てたけど。寝てね。さっきあの、あれ、リンカーに行ったんだけど。どう？ほら、仕切って。何で俺は仕切るの？ MC、ほら。MC じゃん、君。なんで？え、でもさっきエイク、出発前に直接乗った人 MC だけど大丈夫。あ、じゃあ、ゲーム系はいいよ。もういいよ、ゲーム系は。なんか滑らない話してほしいって言われたけど。レベル高い。それはレベル高いから。滑るんだから。体力する。じゃあ滑る話する、逆に。滑る話は。滑る話する、じゃあ逆に。あ、滑る話。今日滑るし。あ、やばい。あ、もうすごい。大丈夫です。冷やこします。あ、富士山、富士山、富士山見えてきた。富士山だろ。どれ？これ富士山だ。どれ富士山？あのちっちゃい。富士山ってあっち方面じゃなくない？だって富士山、雲じゃない。あ、富士山じゃなかった。雲と山が合体してるの。おい来た。あれじゃない？和島さん、ハイエース待って。着きました。雪が降いて、えぐいて。来たね。やばいっしょ。すごい。ちょっとね。起きたら雪だった。起きたら雪だった。ビビった。すごいね。スワックどんぐらいいるんだろう。あ、窓触ってる。冷た。超冷た窓。行きましょう。滑りに行くぜ。イエイ。おやつもちね。雪とウェットダンスする感じですね。おめでとうございます。頑張るぞ。